さあ、おはようございます。おはようございます。いよいよですね。いよいよですね。みんなここのホテルに泊まってますね。気をつけて。はい。最近髪の毛伸びてこのくるりが切れてます。切れてますもんね。よかったですね。誰か乗ってるかな。乗ってたらいけないけど。じゃあここのホテルから会場行くまでのこの瞬間がめちゃめちゃ暑い。フロリダの気温。一瞬だけだね。フロリダはきっと今30度、30度もないか、湿度から。あのアイスホッケーコートリンク、なんか確かにもう寒いもんね。で、今日はここでバザーみたいなベスカイトで、うん、はい、IBLA ですね。会場ですね。よくインスタグラムに上げてきた。みんなが拡散してくれてます。あれはミルバワですね。大会が終わって頑張ってくれてます、いつも。さすがすぎる。何チーム来てるんだっけ。20ぐらいか。20もないぐらいです。おー、1試合目始まってるところですね。めっちゃちゃんとしてる。大型モニターもある。いい会場ですね。はい、お疲れ様です。ついにフロリダ初戦ですね。今日はいいです。ちょっと忘れてる人もいるかもしれませんが、あのダギーズのイギリスの全米大会決勝戦ですね。まあ、シニア部門なんで、まあ、大学生中心というよりは大学卒業した社会人の、まあ、リーグっていうイメージですね。やっぱり結構強いチームも何チームか来てるんで、まあ、しっかり勝ち上がって決勝優勝していきたいなと思います。まあ、やっぱリーグに同じグループリーグに一つ強いチームが入ってたんで、まあ、結構苦戦しがちなところはあるかなと思うんですけど、まあ、フェイスオフとブレイクシチュエーションとトランジションで、まあ、しっかり試合の流れを変えていけるように、まあ、頑張っていこうかなと思います。そうですね。じゃあ今日も頑張っていきましょう。おー、いいですボーイチャンネル。Thank you.
一番ね、安定して美味しいし、いいというね。豆腐が結構あるから。ベジース的なね。そう、豆腐丼みたいなね。ベジース豆腐。あ、空いてますね。あ、麺もあるね、麺系もあるね。まあ、基本チキンとか照り焼きなんだけどね。ボール選べたりするやつ。